ほどの赤字になった大阪市を廃止し、そして4つの特別区に分割をしてしまうって何が起こるんでしょう。皆さん、大阪市が600億の赤字になるのはリーマンショック後でも400億、初めてのことなんです。そんな赤字の大阪市を廃止し、6つの特別区にしてしまえば、各特別区は住民サービスなんかできなくなってしまいます。後でこっそり基準緩めてちゃんと説明してないのなんでやねん。医療機関が大変って甘かっぱ集めといて結局学校に配ったのなんでやねん。